こんにちは、花草人の尾関淳子です。ボランティアでお世話しているここ各務原市役所前駅、まだどなたも見てくださってないのでゆるゆると始めていきたいと思います。ちょっとね、これ本当はね、今朝お水をやらなかったんだけど、ちょっとね忙しくて来れなかったら、ちょっとしなびております。あ、お一人見てくださってる、こんにちは。ちょっとね、しなびるとこうやってね、葉っぱがね、白っぽくなっちゃうんですよ。葉っぱが白っぽくなってるんだけどね、これ水やると緑に戻ります。緑に戻るんだけど、ちょっともうこんなに大きくなりすぎるのと、ここはね、駅舎の東側なので、お日様ね、暑い時間は当たらないから、まだこのドラゴンウィングさん絶好調なんですけどもね、ここはね、もうちょっと焼けてくるんですよ。これからお日様の秋から、秋に向かってだんだんこのね、お日様のコートとか変わって焼けてくるのと、こんな大きくなりすぎてるので、ちょっとね、小さくじゃないな、バッサリ行きたいと思います。これ新しく芽を吹かせるためには、この8月いっぱいにカットするのがコツですよ。皆さんのお宅にね、ベコニアセンパフローレンスあるかと思いますけども、この子はドラゴンウィングというベコニアなんですけど、まあ大体切り方は同じです。でもベコニアセンパフローレンスさんはこれくらいでバツッと、もっと短く切ってしまうといいですよ。そうするとね、11月までいい感じに咲いてくれます。ちょっとね、ここ道沿いなの と、まあ、時々電車が通ります。で、踏切なのでカンカン言います。今日これいつも鼻づば取る時のマイクつけてるんですけど、聞こえてますでしょうか。まあ、よくわかんない、聞こえとるやろうという前提でさせていただきたいと思います。木村様、聞こえてますでしょうか。じゃあこれね、ぼちぼちと切っていきますよ。だいたいどんな感じで切っていくかというと、元の芽のあるところの上で切っていきます。一番見やすいとこから切っていこうかな。もうね、こんなに茂っちゃって、こんだけ葉っぱが茂ってるとたくさん水が欲しいんで、切ってやることによって水がね、少しで良くなってきます。バッサリバッサリ、ほら、こんなんも切っちゃいますよ。あ、いやー、庭地本当はね、今日行きたかったんだって、梶田さんの。でもね、梶田さんの行くと花ズバが編集できやへんので、残念ながらまた次回ということで。いやー、本当はね、美味しいお料理とプレゼンの勉強が、いや、美味しいお料理違うし、プレゼンの勉強がしたいんだけどね、また次回ということでお願いいたします。はい、こんな感じでバッサリ。あ、なんかこれでかんざしみたいだね。こんな感じでゾキゾキ切ってきますよ。なんかもったいないなと思っても、これ切らないと台風とかね、あ、10号どうなっちゃうんでしょうね。あのぐるぐるね回ってる10号、あれ来たら大変だよね。すごく風吹くと、これね、風に振られて、わー、ハートが飛んでる、嬉しい、ありがとうございます。風で振られて折れてしまったりするのと、どん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 ね、この葉っぱが多いことって乾きすぎちゃうっていうのも、まあ、ドラゴンウィングさんベコニアの仲間なので、乾き好き、好きっちゃ好きなんですけども、まあ、程度もんだね。容赦なくバスバス切ってきますよ。葉っぱが黄色いのはそろそろご飯が欲しいよ、肥料くださいっていう合図です。ぐる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 っと、そう、回して、おー、飛行機飛んでる、
各務原はね、基地の町ですので飛行機が飛んでます。飛行機が飛んでないと今日は日本どうしてしまったのかとね、心配になります。生まれた時からね、この飛行機の音聞いて寝てるんで、ああ各務原だなという感じがします。残念。本当梶田さんのね、このセミナー行きたいわ私。あと明日7時なんです、仕事が。オアシスパークの仕事が朝7時じゃなかったら、まあ帰って夜な夜な話せば頑張るとして行きたいんだけど、朝7時の無理かなということで、ドキドキ切ってきますよ。細い枝もこんなひょろんひょろんな、中の方にあるひょろんひょろんな子も切ってきます。太いのも短く切ってきます。目のね、上で切るようにしてきますよ。目の上で切るとそこの下の目がニョコニョコっと伸びてくれるので、ほらさっぱりしてきたでしょうって。映ってないな、これはちょっとカメラの向きが悪いかな。これねちょっと石垣になってて段があって、これねもうちょっとこっちに寄らせたいんだけど寄れないんだよね。よいしょ、ぐるぐるぐる、よいしょっと、もうちょっとカメラも振ってみよう。よいしょ、ザク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 とね、バッサリ切って、こんなに切っちゃって大丈夫なのっていうくらい切っていきます。こんにちは。綺麗だね。またね元気になるよ。はい、こうやってねお手入れしてると通ってかれる方がね声かけてくださって、綺麗になるねとかね、やりがいがあるねこれもね。よいしょ、バッサリバッサリ、上の方もよいしょっと切っては回して、お、飛行機が飛んでるので聞こえないかな。はい、ジョキジョキ、この太いところもバスンと、はい、こんなんも切っちゃうよ。ザクザク、お、電車が来た模様です。あとでここの後ろをね通ってきますよ。踏切がカン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 行っております。ジョキジョキ、だいぶ短くなったかな。あんまり細い枝からは細い芽しか出ないので、細めのも中の方を抜いてきますよ。こんな感じで、お、だいぶさっぱり子だな。もうちょっとよいしょ回して、あ、ここ残ってる残ってる。あ、電車が来ました。後ろ通りますよ。あ、赤い名鉄電車、これ名鉄各務原線というやつです。ジョキジョキジョキ、下の方にある葉っぱをきれいにして、まあ、黄色いところもね取っときましょうね。ジョキジョキジョキ、ちょっとクタクタしてるな。まだ水ねちょっとかけてみたんだけど、まだ完全に水は吸い上げとりません。はい、もうちょこっとカメラをよいしょ振ってみると、こんな感じ。こっちの方寂しいね。あんまりこっち日に当たってなかった方、日に当たってる方はね結構、よいしょ、これね器が回せるのです。結構茂ってるでしょ。やっぱりお日様って大事なんやなと思います。これを切ったら、よいしょ、切り戻しをしたときに大事なのは、切ったら肥料を与えてきます。
こんにちは。ありがとうございます。これ切ったらこういう肥料、切ったら肥料を与えますよ。パラパラパラ。株と株の間に肥料を撒きます。パラパラパラ。こんな感じかな。はい、肥料をやったら必ずすることは水をやるということです。水をやらないと溶けないので、肥料をやったら水あげますよ。お兄さんどちら行かれるの？なんかね、あの案内板見てた。お兄さん自衛隊行かれるの？はい、あっちです。はい、この道をまっすぐずっと行ってください。1キロくらいかな。1キロもないかもしれないです。はい、お気をつけて。はい、それではこれお水、お気に入りのね、水やるやつ、これ長くなってるので上の方にもやれるし、下にやるのもかがまなくて便利。あとね、この規制のものを微妙に曲げてます。水のね、出方もね、変えれるんですよ。これ高木のシャワーノズル、こいつおすすめです。一番ちょっと絞っとくかな。こんな感じで全体にぐるっと回しかけます。あまりね、水カラッカラになった時はやってもやっても染みてかないので、表面をさっと湿らせてから、それからもう一回やるようにするとよく染みますよ。この器は下にね、水をためるという、そういう仕組みになっているので、結構ね、水あの1週間に2回くらいで大丈夫です。でも1週間に2回、おー、これは大ピンチ。何がピンチかというと、これホースの水が熱くなってる。えらいことです。ちょっとじゃーっとあの水を冷ました。水、これは大変だ。熱い水やっちゃったね。ちょっと冷ましたので、暑かったね、暑かったね、ごめんね、ごめんね。冷たい水をたっぷりかけておきましょう。暑かったね、ごめんね。コースの中のね、水結構熱くなってるので気をつけてあげてくださいね。もう気がついたらすぐ冷たい水で流しといてあげます。あー、暑かったね、びっくりしたね、ごめんよ、ごめんよ。よし、こんでいい感じに水も中までじっくり染みたようです。お昼からすぐやるとものすごく暑くなってやる。で、私が水やるのは大抵、3時か4時過ぎ。こう暑い土の中を水をやりながら冷ますという意味もあって、3時から4時くらいにお水をやります。夕方までね、水がいい感じに切れます。夜中あんまりジュクジュクしてる状態だと途中ヒュルヒュルと伸びてしまうので、適当に水が切れる3時か4時くらいにやってます。朝起きてやれって言われるかもしれない。朝は苦手です。人に合わせて水をやるという、あの宇宙の子とかね、この子たちはね、そういう風にしつけられています。あ、また電車が来たよ。ということで切り戻しはこんな感じです。じゃあちょっとどうなってるか全体を見てもらいましょう。よいしょっと。はい、それではこうです。器はね、こんな感じの器。わ、いっ
ぱい切ったカスがコードが絡まって取れないです。こんなにね、いっぱいバッサリと切りましたよ。はい、こんな感じです。ビフォアの写真はこの一つ前の投稿に上がってますので、そちらと見比べてみてくださいね。あ、また赤い電車が行きました。よいしょ。はい、花草人ではこのようなお花に関するライブ配信もさせていただいております。今日は火曜日なので、明日花ズバの日です。ビデオはもう撮ってあるので、これから編集作業になります。今週の花ズバはちなみに五色唐辛子をやりますよ。お楽しみに。花草人の小関純子でした。またライブ配信やるのでお楽しみに。またね。ご参加いただいた方ありがとうございました。